おめでとうございます。何ですかその顔は。おめでとうございます。本当に第二子、お誕生日おめでとうございます。いやまずはやっぱりこの YouTube チャンネルにちゃんとご報告をお願いしたいなと思いまして、はい。まずなんか難しいっすよ。はい。なんか。隠すことでもないし、はい、せやから別にね、もう今このご時世そんななんか言うようなことかなとか、いやまあこれで言うてもこれで言うてもよかったっすね。じゃあそうなんです、おしゃれな写真だけちょっとインスタに載せてこう、いやだからもうその、はい、なんていうの、妊娠してはることもほぼほぼ言うてなかったし。そうですよね、まあ、はい、どうですか二児の父になった。なんかね、自分の将来設計にそんな影響はなかったですけど、はい、なんかでもなんかちょっとまあ早かったんですよ生まれたの、はい、はい、ほんでだから生まれてすぐ家帰ってこられへんっつって、はい、だからちょっとしばらく病院いたんで、はい、で今コロナ禍で、はい、もう立ち会えないみたいな。あ、そうなんですね。ほんでその3日4日前ぐらいにやっと戻ってきたんですよ。あれインスタに上げた時はもうだいぶ経ってるんですけど、あ、そうですか。家に帰ってきてすぐぐらいに撮ったんですけど、はいはい、なんとなくおかんがしばらくおらんとか、なんとなくあれなんか俺が使ってた時、ちっちゃい時に使ってたベッドをまた出してきたぞとか思ってると思うんですよ、はい、長男は。あれなんかざわついてきたな、で、お母さんしばらく帰ってけへんなみたいな、はい、ほんで俺もこれ子供だどういう感じなのかなと思って、はい、ほんで家この間あのインスタで前の日ぐらいかなに戻ってきたんですよ、はい、あ、ほんならもうずっと抱きついて、へえ、姉ちゃんがずっとほっぺにキスしてるんですよ。へえ、ずっと。へえ、で4つ違いで、だ政治と俺と全く違うんですよ。全くですか。はい、うわ不思議な。政治もこんなんやったんかって思ったら俺吐きそうなってくる。政治さんがチュッ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 してたかもしれないですよ。あ、いやそうなんですね。はい、でもそう思ったらそうか、それはそうなんやけど、はい、俺はもう生まれた時から政治がおったわけで、政治、はい、はおかんとおとんと3人の時間がこんなに長くあったんか、はい、と思ったよね。ジュニアさんより手前にね、もう、はい、不思議な感覚。あ、そうか。うちなんか3人兄弟やけど、政治は、はい、4年近く一人っ子やったなっていうね。ああ、最初は一人っ子ですね。ジュニアさんの知らない時間が。そうなんですよ。はい。まあ 4歳近く離れてると。ああ、4歳離れてる。ちゃんと記憶はね。でも自分の読まへんようになった、はい、うん、絵本、これと、この絵本と、このぬいぐるみと、これはもう弟にあげるとか。ああ。うん、その絵本の中にのぶみの絵本入ってたけど、ここでも外されるのかと思って。妊娠が、下の子が妊娠って分かった時の感想というか感覚というか、いやなんかね、そのなんとなくなんか分からんけど、僕の中にも赤ちゃんいるからみたいな、うん、なんかよくわからんこと言ってました。へえ、なんかおかんに負けたないのか、何なのか、不思議な発言、不思議な発言ね。え、へえ、お母さんの方には猫ちゃんが入ってて、こっちには赤ちゃん入ってるからとか、へえ、なんかよくわからん、おかんより俺の方がすごいの入ってるからっていうことを言いたいのか。へえ、不思議ですね。不思議な。ジュニアさんはどうやったんですか、2人目ができたって分かった時とか。
まあまあ俺はまああほんまっていう感じで、ほんでなんとなくなんでそんなに 100% 確信持って思ってたのか、女の子やろうと思ってたから。え、思ってたんですか。思ってた。へえ。でも普通に何ヶ月かで、うん、いや男やでって言われて、あ、そうなの。え、それどう、あの、はい、あの勘は何やったの。全く当たらへん俺の勘は、はい、男男4歳違いだから、ほんまに千原兄弟と全く一緒です。一緒ですよね。一緒です。全く全く一緒。うわ、まあ今わかんないでしょうけど、どんな兄弟になりそうとか、なんかよう言うじゃないですか、そのあの抱っこしてるの見て、はい、泣くとか、あ、赤ちゃんの寝入りするとか、いろんな方から頂いて、渡辺徹さんなんかもメッセージいただいて、はい、で僕が2人目の次男生まれた時に黒柳徹子さんに言われたのは、うん、本当にこうどっかでこうジェラシーを感じるもんやから、その お兄ちゃんの方をケアしてあげてねってすごい言われたんで、その言葉をみたいなんでメールでいただいて、ありがとうございますって俺も帰ってこう見てるんですけど、全くそんな感じじゃないですね。もうずっとこの宝物みたいな、みたいな。ちょっとインスタ以外にも写真とかあったりするんですか。写真うわ、好きなんですね。なんかもう好き好きが。へえー、うわ、なんかわかるんですね。うわー、かわいい。2人、後にその芸人になりたいとか兄弟が言い出したらどうします。まあ何、俺らも好きなことさせてもらって、はい、自分が多いなって、いやこれあかん、それなしやはなしやから、はい、何やってもええけど、はい、何やってもええけど、まあ無理でしょうね。あ、無理っていうのは。だって何やってもええし、はい、おもろいことが良しとされて、おもろかったらオールオッケーっていう世界っていう、そういうリビングに育ったやつがおもろくなるわけないと思ってるから。ああ、そこでそれを全部抑え込まれた中で隙間見つけてやってきたから、自分たちは、自分たちは。でも俺に関してはそこも見つけられへんところを政治がカチャカチャカチャカって言って入れてくれたから。あ、なるほど。うん、それオールオッケーでオープンで、もう風通しが良くて、はい、何やったってええぞー言うて、はい、そこで。だから俺月亭蜂蜜ってすごいと思うんですよ。あ、そこで人付き合いもあれだけちゃんとして、はい、笑いもあれだけ作れて、はい、親父ともあれだけ何の照れもなく一緒に共演できて、はいはい、芸人として、うん、いやー、蜂蜜の評価俺ちょっと低いと思う。まあ普通すぎて、もうそれは普通すぎて、ちゃんとあれって改めてすごいよなって言われてないから、はいはい、月亭蜂蜜とキッチンペーパーの評価低いと思う。キッチンペーパー、キッチンペーパーのあの絶妙な厚み、雑巾代わりにもなる、でも細かいティッシュぐらいの動きもできる、はい、キッチンペーパーって改めてすごないですか。常に置いてますもんね。常に置いてます、ジュニアさんね、はい、なんか父親としてみたいな、教育方針みたいなのあるんですか。全くないです。これだけはみたいなこと。いや、ないですね。まあ自分がやってもうたことぐらいはせめてと思うから、なんかそれはいろいろあって、そんなのどうでもええやん、海外の人が見たらそんなのよう分からへんわっていう話やし、もうそういうグローバルな時代になってきて、あれかもわからんけど、うん、なんかお箸の持ち方ぐらいは、はい、まあ普通に、はい、綺麗じゃなくても別に普通に、はい、お箸の持ち方ぐらいは、うん、とか、はい、上のお子さんってどんな感じで育ってるんですか、ジュニアさんから見て。なんかね、はい、俺の子供じゃない感じ、えぇ、すっげぇ明るくて、はい、俺この間もなんか参観日初めて行きましたけど、
はい、なんか結構笑かしにかかってんなこいつっていう。え、それは似て、あ、似てないか、似てない。あ、まあ、学生時代で言うと、はい、はいはいはい、明るいです、明るい、社交的で、あとまあまあ東京の、まあ言うたって、うん、ど真ん中の幼稚園やから、はい、まあ、こいつ大ブラックしとんなと思うけど、はい、なんでやねんかむちゃくちゃ言うんですよ。だからもうなんでやねん、頼りすぎやなって後半俺思ってんねんけど、はいはい、あ、息子、うちの息子のなんでやねんをちょっと待ってる感じがあったり、へえ、それでも周りうわー、俺でもラグしてますね、ラグしてる、ちょっと対応しすぎる、ね、まあ、あと俺が仕込んだやつがだいぶ受けるからそれも、ああ、いくつって言われて、はい、なんだかんだで今年で50ですって俺仕込んで、はい、それまあ3歳ぐらいのやつが言うとさ受けるわね、はい、なんだかんだで今年で50です、うん、それもおっさんおばはんもびっくりしてうわ笑いよるから、うんうん、だいぶこう手応え感じてる。三冠王初めて行くの緊張しませんでした？いやだから、はい、もう全員お母さん、はい、それこそうちはもう入院してはったから、ああなるほど、うん、俺だけお父さん、はい、でもう先生もお母さんとお父さんって気ぃ使ってくれて、もういちいちお父さん付き合わねえのに思いながら、はい、お母さん集まってくださいお父さんもねみたいな、はい、うん、で今コロナやからやけど、はい、コロナじゃなかったらお母さん同士お父さん同士で女とか多分あったんでしょうね。ああなるほど、はいはい、うん、はい、交流の何か交流なんかこうね、はいはい、本当だったらいつもだったらね、お父さんお母さんと一緒になって結んで開いてやっとるんですけどとか言って、結んで離れて開いてとかでこうやるんですって、はいはいはい、いや初めて唯一コロナでよかったと思った。では改めて視聴者の皆さんに一言お願いします。ああ、もうそんなもう別にねプライベートのことですしあれですけど、なんかたくさん、メッセージも本当にいろいろいただきまして皆さんありがとうございます。これから千原ジュニア、はい、ジュニアがどうなっていくのか、ね、千原兄弟が新千原兄弟が新千原兄弟がどうなっていくのか、どうなるかわかりませんけども、はい、いろいろもろもろよろしくお願いします。この度はおめでとうございます。ありがとうございます。すいません。